廿日市市内のスキー場が県内の先陣を切って営業を始めました。広島市を除く県内各地は10月から11月並みの暖かさとなりましたが、県内は明日の夜から急速に冷え込むとみられます。三好市は18度余り、北広島町大麻に至っては19度近くと12月の観測史上最高を記録するなど暖かい一日となりました。そんな中、廿日市市吉羽のメガヒラスキー場がオープンです。こちらの最高気温もおよそ16度と暖かめ、それでも3つのコースで人口増設機20台を動かして例年並みの開業にこぎつけました。ゲレンデでは初滑りを待ちかねた人たちが早速シュプールを描いていました。楽しみでしょうがなかったんで、開いてくれて最高です。寒波が来てくれないと僕たちのシーズンじゃないのですごい楽しみにしてました。もうちょっと降ってほしいですね。暖冬の予想が出る中、県内で一番早く営業を始めた支配人に今シーズンへの期待を聞きました。実際今週に入ってからも雨が何度か続きましたんで、本当にオープンできるかどうか不安な中で、何とか今日を迎えることができたということで一安心しています。まあ、本当少しでも雪が降ってくれることを本当に望んでます。気象台によると明日の夜から明後日にかけて県北を中心に雪が降るとみられ、関係者らはコロナ禍明けのシーズンに期待を寄せています。